サザエさんのマスオさんは二浪して早稲田の設定。どうも、北沢です。今回はフィリーズレビューの予想をしていきたいと思います。今ちょっとちょうど家の前で道路工事やってて、ごめんなさい、なんか音入っちゃったらすいません。で、なんかすごく誘導員の作業員の人の癖が強くて、了解ですの言い方が、了解ですっていう感じでね、ちょっともう耳に仕事集中できないというか、ちょっと流行語大賞になっちゃいますね。いつかこれで細かすぎて伝わらないモノマネ選手権に出たいと思います。競馬ナビゲーター。ということで、本日の内容、ここから真面目にやっていきますが、いつも通りこんな感じですね。まずパート1、予想のポイントから。コース特徴、阪神芝1004。右下の図を見てもらうと分かる通り、スタートから平坦、そして下り坂ですね。まず1200より若干前半が速くなりやすい、上級条件ほど差しが決まりやすいというのがあります。基本的には内枠が有利、ただし3コーナーまで距離があるので、外枠でもうまく内に切り込んでいけばそこまで距離差はないかなと思います。続いてラップ的特徴、過去10年、ご覧のように2波論目に10秒7ですね。年によってはもう10秒2とか3とか入ってます。なので前半きつい流れ、そうすると速い流れに対応しつつ、結局はそこに追走できる基礎スピード、そして最後に一伸びって感じですね。この速い流れの反動のせいか、ラスト1波論が12秒3と落ち込んでます。最後までバテない持久力、持続力っていうのも構想の鍵だと思います。実際上がり面から言ってもね、前傾ラップになってますね。そして3、血統面から見る適性、過去10年の好成績種目は、サンデーサイエンス系勝ってはいるんですけど、ディープ以外というところですね。計5勝、ここ2年はハーツクライ系が2連勝中と。そして2点目としてはナスルーラの地、特にグレイサブリン系のナスルーラですね。で、サンデー系は来ているんですけど、比較的非 SS 系が活躍しているレースです。キレよりも持続力やパワー勝負になりやすいラップっていうのが影響しているかと思います。展開枠順の傾向、4コーナー7番手以下が7勝ということで、比較的差しが届きます。馬券圏内過去10年の30頭中15頭は4コーナー7番手以下。枠の話をすると、11番より外は3勝、全体としては30分の19が1から10番なので、やっぱり内枠有利とは言えますね。4コーナー7番手以下の差しが比較的届くものの、6番手以内もってことは半分の15は来ているので、一概に消すわけにもいかないといった感じです。一つ言えるのは、外枠なら思い切った差しにするか、4コーナー5番手以内の前目をつけるか、どちらか極端な戦法がいいと思います。そして人気&前走の傾向、1から3番人気で7勝、5、8、12番人気で4勝、1着同着がありましたからね、プールビルの1の時の。ということは11となっちゃってるんですけど、距離別でいうと前走戦力が30分の19、前走重賞以外30分の18ということで、格はあんまりこだわらなくていいかなと思います。傾向としては距離短縮組が強いですね。専用のレースだけど16から来ている組が強いと。そして、ただその前走戦力でもやっぱある程度の基礎スピードは見せておいてほしいっていうのが正直なところで、前走4コーナー5番手以内がいいですね。この前のレースがマイルだった馬は。ちなみに前走戦2組は過去10年一度も馬券に来ていないというところで、ここがね、一つのデータ派の方は信じるか信じないかというところ、ポイントになると思います。実際問題、毎年怪しいな、狙いたいなって馬が、千里からの馬がいて、それでも来ないっていうのがね、やっぱりラップ面から言って、最後一波のどうしてもきつくなるのかなと、このレースの傾向的に、とは思います。今年も千里組が6頭いるんですよね、前走千里の馬が。6頭いたら、出走馬中の3分の1占めるんで1頭ぐらい来るんじゃないかなと気もしますけど、あとはね、スティックスがすごい強い勝ちっぷりしてるので買いたくなるんですけどね、このデータを見るとちょっとなぁと思いますね。でもこういうの書いた途端に来ちゃうからね、あんまり書かない方が良かったかなとは思うんですけど、もう遅いなって感じですね。続いて展開予想ですね。花候補として、エーシンヒテンとかポロネーロンが行きたい口だと思うんですけど、前走のラップ面とか、スピード能力だけ言うとスティックスがいけると思います。ただ、千二から千四のところで、スタミナ面とか不安あると思うんで、もしかしたら無理しないかもしれないですね。そうすると3、4番手に控えていく可能性もあります。だったらやっぱりエーシンヒテン、ポロネイロン、ヨカヨカとか、そのあたり、もしくはアンブレラデートも積極的に行くかもしれないし、フリードも行くかもしれないということで、やっぱ早めにはなるのかなと思います。
で、高位中段、まあ、この辺りですね。もう高位中段候補は流動的なので、本当あくまで参考程度に考えてください。全然逆になるかもしれないし、後方グループに書いた馬が前に行くかもしれないんでね、この辺りは参考程度に見てください。で、まとめ、こんな馬がいい、まあ、基本的には1桁馬番、4コーナー7番手以下の差しタイプですね。ヒーディープの SSK、またはナスルーラの血を持つ持続型がいいです。そして前走4コーナー5番手以内の戦力組が理想、重賞を使っていればより良いと思います。ではパート2、人気馬診断。まず想定1番人気オパルム。阪神ジュベナルフィリーズは0秒5差というところですね。最後はまあ距離も影響したのかなと思います。 G1 というところもあっただろうし、バンバ体重というところもマイナスも影響したのかなというところは多少あります。鋭く伸びた2走前と同じ舞台になるのは関係だと思いますし、今回の舞台適性には不安はないかと思います。ただし2走連続ちょっとね、出負け気味なんですね。スタートがちょっとやや遅れ気味、遅いというか、そこが気になります。評価として自力は確実に上位ですね。まあ、スタートを無事にこなせれば馬券圏内、なんとか来てくれるんじゃないか、まあ、勝ち切るまではどうかというところは分かりませんけど、ちょっとね、上位の有望な一頭だと思います。続いて4日、想定2番人気。まあ、前走実はラスト1波乱まで先頭、ね、よく粘っていたと思います。スピード能力は十分ですね。距離短縮は歓迎、本番より狙い目はここかと書きました。まあ、ただ桜花賞行くのかどうかってところですけどね、そもそもの話として、ちょっとやっぱりマイルは長いような気がするので、ここの方がいいでしょうね。で、貯めても切れない印象、その前走花行って戦力で残り200万粘っていた点だけど、ファンタジーステークスが、まあ、花奪えず後位から行って最後伸びきれずなので、やっぱり4コーナー 2,3 番手以内にいた方がいいタイプだと思います。爪山の印象ありますが、能力ではここでも通用するんじゃないかなと、まあ、前走の阪神ジュベナイルを見て思いました。想定3番人気栄新飛天。クイーンカップは差し有利な展開の中、上々の粘りでしたね。まあ、上位に来た馬の客室だったり通ったコースを踏まえれば、あの着差着順悪くないと思います。で、阪神ジュベナイルフィリーズも着順ほど悪くなくて、能力はここでも十分足りるでしょうね。ただ点はあまり速くならない方がいいタイプなので、展開的にはやや厳しいのかなという気はしますね。それでも1002で最初の3波乱は33秒台とか32秒台、2歳の頃、まあ、馬場の影響もあったとはいえ出してはいるので、基礎スピードは負けないとは思うんですけどね。でも、まあ、どちらかっていうとあまり速くならない方がいいタイプの逃げでしょうね。評価、自分のペースで先行できればしぶとくマークは必要ですね。今話したように、そんなに速くならない方がいいのかなと思いつつ、だけどやっぱり血統的には持続型を持続力を生かした方がいいと思うので、まだねこのままのキャラが十分正直現段階でははっきりしない、というところはあると思います。まあ、今回のレースの構想するかしないかで馬キャラはっきりしてくるかなと思うので、そういう意味ではね、不透明な時は買っておかないといけないのかなという気はします。で、パート3、ひもなで書いた今1目、ララ・クリスティーヌ。前走は初戦より実はねかなり早かったですね。2秒4早い前半3波乱でした。まあ、その流れに戸惑うことなく、対応して追走して構想できたっていうのは収穫だったと思います。全体のラップとしても例年のフィリーズレベルに近い感じのラップ3だったかなと思います。その中でしっかり構想した、2着追い上げた最後の足とか踏まえても今回の構想につながってくる感じはしますね。もちろん左回り右回りは違ったんですけど、そのあたりでレースの流れというのは対応できそうな雰囲気を感じました。ここは前が速くなりそうですし、無理せず追走して4コーナー10番手前後から、最後プシッと伸びてきてくれる感じ、そうすれば 2,3 着なら届いてもいいかなと考えています。そしてひもらで買いたい馬2投目エル・カスティージョ。前走は緩い流れではあったんですけども、まあ、それでも直線鋭く反応していい勝ちっぷり、伸び足でしたね。スタートセンスや道中の走りから考えても
おそらくハイペースにも対応できるんじゃないかなと思います。初戦よりだいぶ早い流れになるとは思いますけどね、2秒以上、それこそ前半差の方が速くなるかもしれないんですけど、そこはインコースですし、あのセンスからするとそこまで苦労はしないと思います。で、距離ロスなく回れる枠、この安城からもイン付き伸びを期待したいところですね。では、3投目バーチャリティ。前走に関しては完敗ではあったんですけど、スタートや道中の手応え、あのスローなんかで引っかかることなく折り合って、しっかり安城の指示に従って走った姿というのは非常に好印象でしたね。直線までは本当に素晴らしいレースぶりだったと思います。で、最後負けてはいるんですけども、結果的に切れ味の差、やっぱりレース上がりとか踏まえてもラップ面展開面の適正さだったと思います。持続力とか、そういった上がりを問われない展開になれば十分構想のチャンスは出てくると思います。で、遡れば初戦はオパールムーンとタイム差なし、そしてもう重賞とかオープンで活躍しているクックナに2馬身先着というところで能力あると思うんですよね。そのあたりで人気がそこまでないのであれば買ってみたいと思います。そしてちょっとね、ここは理屈抜きの話になってきますけど、昨年3着は925人気で激走しましたけど、その時と同じ安城同じ馬主というところでなんか似ようなという気はします。ではパート4まとめと印、金曜時点、注目馬ということで上位3頭診断しましたけど、あんまり不確定なんで切るにも切れずというところで、それプラスひも穴の3頭ですね。ハイペースの方向で展開的には差し馬に目が行く気がします。それでも1頭は4コーナー5番手以内から残る、傾向的には残ると考えています。したがってどの馬が後位から押し切って馬券圏内に残るのか、その推理がポイントになると思います。全体的には1桁馬番重視の4コーナー10番手前後、10番手以内というところですかね。そこから選んでいくのがよろしいかと思います。以上、今回は阪神ジュベナイルフィリーズではなくフィリーズレビューのお話をしてきました。天気とかは微妙だとは思うんですけど、さっきチェックしたら日曜は晴れる、そして土曜日も雨ちょっとだけのような予想になっているので、一応量想定では書きました。あんまり極端に崩れるようであればまた予想の変更もしないといけないのかなと思いますが、一旦はこれで、考えております。では今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また土曜日のウィンファイブ予想で会いましょう。ではまた。